NHK フェイクニュース看板の時間がやってまいりました。このコーナーは、フェイクニュースを、渋谷行きたくても来れない人たちに流しまくって混乱させてやろうというコーナーです。今日は、こちらの看板、ほろよいっていう看板ですね。サントリーさんの看板です。今すごく、皆さんここを通る、通られる人たちの間でこの看板で流行ってることがあります。あのほろ酔いっていう缶を真ん中に左と右に分けて間違い探しをするっていうあのゲームが今女子高生の間ですごく流行ってて、30秒以内に10個見つけるとなんか願いが叶うっていうそうなので私もやってみたいと思います。ではいきます。せーの、始め。あれでしょ、あのアニメと実写、泡の位置が違う、もうダメだな、腹が出てないか出てるか、あとパソコンのグッズがちょっと指のやつが違う、缶の角度が違う、字が違う、あの肌が透けてない靴下の角度、なんだ、マフラーのちょっとかけ方、あれがだとバッタってな感じで見つかりましたね。何が言いたいかと言いますと、ほろ酔いの、題名はレモンみかんでございます。わかります、言ってる意味。これ右の部屋左の部屋、2つともオレンジ色なんですよ。じゃあみかんみかんでしょ、これ。レモンはどこ行ったんだ、レモンを乗せろ。こんな社会がいいのか。レモンとみかんがあったらレモンを乗せろ。今日はこのぐらいにしておきたいと思います。看板って本当に面白いですね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。はい。